そうなんだよ。あと少しだけ復活のためのエネルギーが足りなくてさ。でもこれからすぐに集まるはずさ。そんなことさせません。やれやれ、案の定僕の邪魔をするつもりだね。ねえダーブラ、こいつらどうしちゃおうか。そうですな、ブー復活の前座として我が魔力で華々しく散ってもらうというのはいかがですかな。いいねそれ、ド派手にパーンってやっちゃってよ。わかりました。ダーブラと戦ったダメージは魔人ブーの復活に使うエネルギーに変えて蓄えさせてもらうよ。すぐにフルパワーで復活できる量が溜まっちゃいそうだね。ヒヒハハハハ。まずいぞ、下手にダメージを受けては魔人ブーの復活が近づいてしまうようだ。逆に言えば、復活のエネルギーが溜まる前にこいつを倒せば魔人ブーの復活は阻止できる。確かにそうだが。やります、魔人ブー復活を止めるにはそれしかない。ダーブラ相手ではさすがのあなたでも厳しい。ここは私もお手伝いします。か、海王神様であれば私も。キビトは不測の事態に備えて控えていてください。は、承知いたしました。いいですねトランクスさん。はい。あははは、こいつら勝てると思ってんの。バカな奴らだ、あっという間に消してやる。やっちゃえダーブラ。はすごい威圧感だ。だけどおじけついたらダメだ。地球は俺が守るんだ。まあ赤色か何かしら。海王神さんを後ろに置いたい。威勢の良さだけは。どれダメージ与えれる。ダブラは、まあまあまあ、そのままにしてれば、うん、そうね、20分ぐらいで倒せる感じかな。でも、俺はもうやっちゃうよ。ワンパンか。やっぱりワンパンか。私を相手にここまで戦えるとはなかなかの強さだ。お前を倒したりすれば。